はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、小井でございます。今日もファイナルファンタジー16続きからやっていきたいと思います。で、前回近道ですね、森を抜けて、途中でなんだ北の主だとかなんか敵の暗殺者にね、ボコボコにやられてしまったわけでございます。いやー、意外と難しいですねあ、ボタン指がねエルデンリングとかとごちゃごちゃになってて、押し損じが多いのがね範囲だと自分では分析しております。はい、じゃあ KO をやっていきますのが、これオレベルダウンズということで、こちらに移動していきましょう。空の文明の異物が残る静筆な丘陵と、はい、いきますよ。で、前回出たちょっとエッチなお姉さんいたんですけど、あれと戦うぐらいになるんじゃねえかなという雰囲気はひしひしと感じております。空の異物広告ザンブレグ広告領と。すっかり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡のふもとに。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。飛空艇の遺跡、大昔に空をかけた船の慣れの果てか。本当にあそこに火のドミナントはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こういつだっていい予感はしねえよな。うん、オベリスクとは、ヴァリスゼアの各地にはオベリスクという遺跡がある。これらに近づくことでワールドマップから瞬時に移動できる地点となる。へえ。不穏な静寂。おい、目の前でオベリスク光ったのに何も言及なしか君ら何も言及なしか。怪しいだろこれ、明らかにさ、急に光ったら。触ってみる。これは空の文明の異物か。道しるべとして使えるかもしれないな。かもしれないね。エリアマップ、ああ、ゴールトン農場。ほう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 。とりあえず農場を見て回りなさいよっていうこと。雑魚敵とか出てくるのかな。お邪魔。いや、意外と出てこなさそうじゃない？どうしよう、これぐるっと回ってみようか。とりあえずまっすぐ行くんじゃなくて、建物があるから一旦建物を目指してみようか。このさ、ほらこっち、これ建物でしょ。道がこうまっすぐ伸びてるわけだから、オッケーオッケー。そしたらその前に反対側、こっちにも建物があるから、それを除いてその後行こうか。あ、建物あるよね。あれあれ、あ、これ壁だ。見えざる壁が邪魔をしてくる。んーとなると、こっちの上だな。お、こんにちは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 。よいしょ。まだ生きてる。硬いね。はいはい、周りのやつまとめて投げ払う。建物これだけか。アイテムはもらったからいいとするか。マップを見る限りこのまま行くとこっちは何もないから、とりあえずこれだね。ここの建物、この辺、この辺ね、見に行こう。あそこにブドウだ。みんなこれブドウ畑やぞ。みんなブドウ好きかな。シード、あれよ。お、ああ、用心しろ。どれのこと、どれのことどれのこと、何なんじゃあれ、あれって何。はい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 、よし、よし、はいはい、よいしょよいしょよいしょ。オッケー、最後の一撃は余計だったね。これ丈夫な皮とか集めてるけど、特
に何もないのかな。よし、じゃあイベントがなければ飛ばすわ。よし、建物に異常はなし。で、これか、言ってたやつ。ボールドオスプレイ。これは仕方してた方がいいのかな。ボールドオスプレイ。オスプレイばかりだね。仕方してこうか。失礼。スニークキルとかしない方がいいんでしょ、これ。無駄にね、いたずらに血を流させる必要はないから。絶対僕ら勝てるんだけど。オッケー、到着。ロストウィング。あ、失われた翼で、あれか、飛空艇の残骸と。奴らの姿がない。こんな時間とはいえ、村人を一人も見かけんと。確かに。一足遅かったか。これからどうする？まずは仲間と合流だ。ばらけて探すとしよう。え、僕一人にされちゃう。どうやって知らせるんだ？そうだな。叫べ。雑。雑ですよ。仕方ね、トルッチ行くか。仲間か。慎重に探さなければ。あれ？あ、触れるぞ。うん、いやー、かわいい。さてと。あー。これは入らない。通行不可。通行不可。とりあえずこれだ。まあまあ行くしかないってことやんな。どうだろう、敵いるのか。人の気配がないのか。え、ああはい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 、ファストトラベル的なやつだな。あ、となるとこのロストウィングってところは何かしらで遊びに来ることがあるんだな。ああ、人いた。指導か。こっちは俺が探す、お前は向こうを頼む。あの向こうってどこ？あなたの言う向こうがどこだかわからんのよ。こっち側から行くか、そしたら。よろしく頼むわ。子供の声。ん？あ、いるいるいる、そこだ。どうした？どうした？おっちゃんが話聞いてやろうか。心配ない。お嬢ちゃんかわいいね。そう、ザンブレクの兵士だ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか。教会の方に連れて行かれたの。わかった、教会だな。必ず助けるから、君はこの辺りで隠れているんだ。隠れているんだぞ。教会か。よし、おっちゃんが助けだろ。あー、まっすぐ行っても普通にたどり着けそうだけど、これ上登ってみるか。おや、なるほど、村人は教会か。お前は階段を上がって教会の正面から入ってくれ。俺は裏手に回ってみる。よし、ご老体には裏を任せようか。さあ行くぞ。我々若い衆は正面から突っ込んで敵を全滅させようじゃないか。ん？誰かいる？違う。誰もいない。あれや？下か。治療か。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ、貴様。あ、来たのか、シド。下がってろ。
大丈夫か体。一体なんだ。クライブ。来てくれると思ったぜ。生きてたかガブ。なんとかな。だけどこいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。うん、クリスタルなしで魔法を使える人たちでね。覚えたよ。ああ、その中にいたかもしれないけど。あ。まあ、逃がしちゃう、逃がしちゃうぞ。クライム、やつを追え。任せろ。やつを追って殺す。後ろから刺す。後ろから切る。火を浴びせる。何でもしてやろうじゃねえか。待てや、おら。待てや、おら、ボールド兵。見たからには生かして返せねえな。どこ行ったこれ、道なりに進めばいいんだよね。一本しかないよね。大丈夫だよね。ボールド兵。おいおいおい。まっすぐ来てるけど、これ間に合うの？石膏からの知らせは。まだありません。ですが、女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。女？上等だ。残りのベアラーは。ノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。くれぐれも。壊すな、でしょ？ご心配なく。伝えてありますよ。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に、我が王に。なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒ですぜ。舌が超えてますな、お貴族様は。あら帰り討ちにあっちゃう。ネズミ一匹負けないとは使えんやつだ。あ、やめてくれ。一緒に戦う。あ、結果としてやりたいことは一緒。その兵装は貴様。さ、じゃあお兄ちゃんと切ったりついたりしようか。いいぞ、物は試しだ。あ、そうそう、風の魔法使えんだよな。竜巻いてるね。竜巻いてるぞ。おお、逃げ道を塞がれたということか。うんうんうん。なんだと。前、チラーだ。チラーだ。ペットか。こいつは何だ。人間が作り出したのか。はあ。なるほど。チラーダ、チラーダだって。よいしょ、かっこいいんじゃない。はいはい、よいしょ、はい、よいしょ、はいはい。あー、これカウンターしときたいかな。おい、よいしょ。見えてるよ、見えてるよ。よいしょ。はいはいはい。
よいしょ。はいはい。あ、早かったな。もったいね。よいしょ。これ。よいしょ。はい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 。おお。はい。よいしょ。よいしょ。なんだこれ。よいしょ。おい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 。この体力あれだな、雑魚的でそのうち出てくるだろう。あいた。あいた。もったいね。今のもらっちゃいけねえ技だったな。よいしょ。 OK、 テイクダウン。はい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 。おいの、よいよい、もっと追加いくよ。はいはいはい、くれスカーレットサイクロン。よいしょ。あーらららららら、あらららら、あらららら。よいしょ。はい、よいしょ。振り下ろし、いけるよ。よいしょ。見て、やりますね。でも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 ね。はい、終わっちゃうんですね。お疲れ様、シラードさん。違う意味で召喚使えるのか、あの人は。魔物、あ、だってほら。あ、クイックメタリオン。はははは。まあ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 。とりあえず装備するのもないからつけといてもいいかもね。あれ？ベアラーにしてはなかなかやる見込みがあるぞ。あざっす。クライブ。あ。試してみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。シド、いや、シドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った？問いに答えろ、騎士長殿。騎士長。おお、なかなかの地にあったんだな。何、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。引くか。ベネディクタ様、例のドミナントを捕らえました。え、ドミナント？あ、そうか、噂の火のやつか。でも女っつってたよね。逃げられたか。行き先の見当はついてません。いや、一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま、奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。わかった、信じよう。トルガル以上に鼻が利くんだろうな、人間のくせに。それじゃあ、奴らは最初からドミナントを探して？ああ、そうさ。まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよ。なあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか、災難だったな。
だが俺たちのところに来てたらこんな目には合わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。知ってる知ってる、買ったよ。そっか、一人じゃないんだな。バケモンだ。100万の敵兵を蹴散らし、バケモンだね。まあクライブ、敵を撃った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だからせめてもの手向けとして奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんが、それがお前の生きる糧か。うんうん、同国、どこだこれ。ノルバントリテ。ああ、はいはいはい。広告だろうと、所詮増票は増票。アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかった。誰？あ、さっきさらってったやつか。いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える強国といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。この人は確かにいたな。それにしてもなぜ抵抗しない。お前にも力が宿っているんだろ、フェニックスを。じゃあクライブさん違ったんだ、ごめんなさい、勘違いしてた。クリスタルの枷があるとはいえ逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎える。あ、普通に刺したな。あ、えぐったね。マルガラス様、なりません。マルガラス。名前出てきたな。ゆっくりと考え。剣錆びちゃうよ、ちゃんと拭かないと。あとは任せる。こいつを殺さなきゃいけないんだな。マルガラス様。クライブ、この寝方首が痛くなるんだよね。起きろ、ガブだ。おかえり。ノルバン、ザンブレク有数の剣才だったんだが、剣才か、奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で俺はどうする？いい質問だガブ。砦から逃げたベアラーを集めこの村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。
闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。そうそう、鼻聞くんだろ。頼むガブ、お前にしかできない。そう、仕方ねえな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。よろしく。迷惑かけんなよ。大丈夫、僕強いので。分かってる。死んでも復活するので。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ、体を休めるとしますか。お、夜の底。ショップやカジノ更新。はい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 。そうと決まれば話をつけておくか。誰に？簡単っていけすかない男だ。やつを探そう。簡単、わかった。吊るし人手メニュー。庭チョコボのワイン煮込み。みんな聞いてくれ、チョコボ食われてるぞ。大丈夫なんか、こんな暴挙許していいのか。チョコボを食うなんて許せないな。この世界では食用なのか。というわけでいくか。で、一応ね、さっきショップの拡張とか出たんだけど、お、意外とね、もう行ってるのよ。お兄さんがみんなを助けてくれたんでしょ。ありがとう。前回終わった後にね、行ったんですよ。で、今武器もね、ロングソードとかなってちょっとパワーアップしてますんでね。取引所の男。貴様は？いや、お兄さん。そうそう、ロングソードにもうなってるのよ。ほら、下がるでしょ、攻撃力。ほら、ほら。あ、これだけ上がるな。600、あー、なるほどね。メテオライト、あ、この辺変えるんだ。楽器。あ、ポーション買っとこう。はい、どうぞ。とトラベラーポンズ、これちょっと置いとくか。そうだね。よし、OK。頑張んなよ。完璧、頑張ります。で、まあ簡単を探すぐらいしかないんだな。ワイン通路、へえ、マジでーけえ。とりあえず簡単。何やってんの？元気そうだな、簡単。明日まで世話になるぞ。好きにしやがれ。仲悪いん？そっちの足切りか。こいつか。まあそんなところだ。カンタンはこのロストウィングを仕切っててな、俺たちの協力者だ。協力？ベアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してる奴がいるとは。よくやるもんだ。ザンブレク領の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。どういうこと？村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか？いや、俺とは別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしいやつを見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。よろしくお願いしてよろしいか。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。
信頼の証。それじゃせいぜい基盤な。オッケー、じゃあ頑張って人の話聞いてみますか。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない、この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。そら一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。シトさんよろしくお願いしますね。住人に話を聞いてみるか。 OK、 じゃあ聞いて回ってみましょうか。2箇所しかない2箇所しかないや。じゃあ1個ずつ聞いていこう。ほい、というわけでまず1人目、落ち着きのある男。本当か？そのブローチ、ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんたシドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。はい。それでこんな夜更けに一体何の用だい？火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールウッドの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか？俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。ありがとうございます。そしたら2人目行くか。ほい、というわけで2人目、助け出された女。へえ、ブローチをもらってるなんて。マスターもあんたに感謝してんだね。そうだぞ、信頼されてんだぞ。今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか？ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは？女の従者を連れてたよ。女の従者いたね。途中で別れちまったから、私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。一旦シドに報告するか。一旦シドに報告するか。オッケーオッケー。シドさん、どこにいるの？あ、いた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 、シドさん。よー、クライブ。何か分かったか？ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど。話がつながったぜ。どういう意味だ？おい、本当本当。火のドミナント、やつがおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。ああ、なるほどね。人質に捕られたのか。とはいえそんな状況下でもやつには慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さあ、簡単に寝床を借りるぞ。おっす、簡単さん、簡単さん、寝床、寝床、ふかふかのベッドくれ。ふかふかのベッドな。カンタ、泊まれる場所はあるか？空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。はい。野ざらしよりマシか。そうだね。ありがとうよ、そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって？ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。あ、そうなん？防柵を作るだけ作ってほっぽって行かれたんじゃ、邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい、仕事と行きますか。
玉番。簡単な野郎。暴作の撤去はなんかイベントでないのかなこれ。グライブ、支度はできたか。もちろん。問題ない。今出れば夜更けにはノルバン砦に着く。そろそろ出るぞ。あ、行こう。ノルバン砦は村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。なるほどね。こっちか、カッターモン。カッターモンね。はいはいはい。カッター、カッター、カッターモンで。教会もぶち抜いていくことできないのか。まあ、いや、とりあえず行こう。行けばそのうちたどり着く。さらわれた同志たち。どうかみんな無事でいておくれ。大丈夫。シドが助けるから。シドが助けるから。僕は何もせえへんけどな。ノルバーン砦ではこの先だが、まさかあんたら乗り込む気じゃないだろうな。大丈夫。潜入するだけ。ノルバーン砦ではこの先だが、まさか。ウォールードがノルバーン砦を抑えたのなら、巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。はい。叩きのめすだけだ。マップある？あ、マップあるわ。夜の底、あ、もうずっと先だ。巡回してる兵はまあ間違いなくいるだろうね。それが何人いるか、どういう敵がいるのか。あ、どうも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 。遊びに来たよ。よいしょ。はい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 。よいしょ。はい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 。燃えろ。はい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 。ふむふむ、いい感じじゃないか。あ、これはバレーアカネ。あ、なんかの素材だな。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。確かに。国王。あ、でも国王。ウォールードでは全ての戦事が欧米で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。なるほどね。とりあえず反対側こっち見てから行こうか。きっと何かあるだろう。え、来やがったぞ。もうもう君か、魔法使ったの。いかんぞ、そういうことしちゃ。ほらほらほら、そういうことするから。ほいほいほい。くそ、やっぱパリエ難しいわこれ。よいしょ。はい、よいしょ。そこです。よいしょ。はい、悪いな、通らせてもらうぞ。まったくよ、いつもよく場所が変わっちまったよ。あ、なんかある。宝箱かな。宝箱じゃないこれ。見てくれ、飛び上がって喜んでるよ。そして足癖悪いな。足癖悪いな。ちょっと良くないと思うぜ。あ、これ敵いるのかな。いや、何もないね。何もなしか。つまらん、実につまらんの。あそこでキラキラしてるやつがあるから、あれを拾ってで行くとしましょうか。あ、もうここで砦かと思ったけど全然違うわ。
そう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 、特に何もいないね。クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバン。なるほど、厄介そうな砦だ。お、でかい、でかい。いいんじゃない、楽しくなってきたよ。うん、はい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 、よいしょ。よいしょ、はいはい、よいしょ、ほい、あとこいしょ。いや、やるじゃない、自分がね敵じゃないよ、敵褒めたわけじゃないよ今。自分がね、自分がよくやるよねっていう話。あ、やるね、指導、さすがだ。さてさて、もう到着だけど、強敵がいる雰囲気はないな、今んとこ。この先行くしかないじゃん。でノルバン取りで西門なん。あ、下に降りられそうだけど、ムービー入ったな。これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。うん、まあそりゃそう。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う。彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい、それだけだ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。目悪いんかな、おじいちゃん大丈夫。ベネディクタって女はどういう。ちょっとした腐れ縁ってやつだよ。やつは風のドミナントだ。ドミナントか、あの人も。もう二度と出くわさないよう祈っとけ。風、召喚獣ガルーダか。おい、おー、なるほどね。うん。というわけで、区切りも一緒、この辺で終わりにしましょうか。次回は、ノルヴァーン砦にちょっと侵入していくというところで、やっていきたいと思います。というわけで、ここまで語り私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。